ムハンマド・ヌルル・イスラームは、バングラデシュの外交官、チッタゴン生まれ、極実賞受賞者。2017年現在、在チッタゴン日本国名誉総領事館において、名誉総領事の地位にある。日本国名誉総領事館は、バングラデシュ全土で100にある外国交官等のうちの、一つである。ヌルル・イスラームは1943年に、イギリス領インド帝国のチッタゴンに生まれ、 幼少時代もチッタゴンで過ごす。1963年にダッカ大学チッタゴン校を卒業。1968年に国際交流基金の奨学金を利用して東京大学で日本語学の課程を修了した。ヌルルイスラームは1987年にチッタゴンで日本アカデミーを設立し、バングラデシュにおける日本語と習得と日本学の研究の便宜を図った。 続いて1989年に AOTS、アランナイ・ソサイティを設立し、バングラデシュにおける日本流の経営を紹介、導入した。1990年に在地タゴン日本国名誉領事に就任し、2000年までの任期を務めた。2017年現在、在地タゴン日本国名予想領事として、同職に期目を務める。 2012年11月3日、日本政府は平成24年秋の叙勲式でヌルルイスラームに朝日中受賞を授与した。2012年は日本とバングラデシュの間で外交関係が樹立されて以来40周年の年にあたりヌルルイスラームは旭日賞を授与された5人目のバングラデシュ人となった。ありがとうございます。